コスプレ、明日しよっかなとか思ったり思わなかったりしてます。コスプレね、黄色めちゃ珍しい。どうですか？あんまり着ないかも。でも意外と持ってる。最近はね、もうパーカーばっかり着てます。部屋にずっといるから動きやすい。昼寝してないよ今日は。似合ってる。お、パーカー、え、暑い？寒い寒い、むしろなんかね、今日寒かった。そう、パーカー便利でね、便利便利。でもね、フードあるやつは嫌なの。トレーナーか、パーカーじゃない。フードあるとね、ちょっと邪魔になっちゃう。でも見た目はフードある方が可愛いけど。髪型好き、ほんま？やった。なんか最近くくってないなと思ってくくってみたよ。どこのかわかんない韓国、多分韓国とかのやつかな。好きって言いに来た。お、好きを伝えに来ました。いっぱい言って黄色似合う。ほんまに？珍しいです。今来た、ヤッホー。ちゅっ、通知今来た。お、遅めだね遅めの。そう、ネイルした。でもね、もう不器用すぎてめっちゃ指紋ついてるのちょっとあんまり気に入ってはいない。付録のネイル、リップの色いい。めっちゃ重ねましたオレンジリップ塗ってたんですけど、顔色悪すぎていろいろ重ねてたら結局ピンクになった。チョコみたいでしょ指紋付き。江口買ってきた。江口が一番好き、新種も。やっぱ卵だよね。エッグチーズバーガーエグチフ髪型が良き。え、ジャンクフード食べなさそう。そう、めっちゃ好きですよ。普通に食べます、めちゃくちゃ。そんな呼び方初めて聞いた。え、そういう商品名じゃないの商品名が多分それで売ってる。ルーズさがいい。最近アイス食べた？どういう質問？アイス食べてないです、全然。まだ、でも
でもアイスはいつ食べても美味しいか。アイスはね、あんまり食べないかも。母さんも、あ、そう、母さんね、マクドガチ勢ですね。よく連れて行かれます。燃えそうで。連れて行かれてました、よく。海行きたい。でも今年は分かんないけどね、海行けなさそうだけど行きたい。でもね、焼けたくもない。万全の対策をしていきたい。室内で気分だけ味わう。今日は9時ぐらいに起きました。最近めっちゃ早起きしてたから、ずっと5時とか6時ぐらいに毎日起きてたから、ちょっと寝すぎました。まあでも土曜日だしいっか。夜なわけ。朝夜更かししてない。最近はちょっと頑張って早寝してますよ。結構規則正しく生活してます。でも5時に起きたとしても、5時とか6時に起きたとしても、まずベッドの中で1時間とか2時間過ごすから、やっぱ出れなくなるよね、ベッドから。その時間好きね。好き好き。なんか YouTube とか見たりしてます。とか SNS をチェックしたりしてます。そうだから最近 SNS に投稿してます。そう、チェックする時間があるから朝投稿したりしてます。そのそう、でもお腹空きすぎてようやく1時間ぐらい経ったら起きてご飯食べるって感じ。お、めっちゃ SNS やってるやって。ついにそんなことを言われる時が来たんですね。この調子で頑張ります。フィッシュボーンっぽい。フィッシュボーンもね、しようかと思ったけど、ちょっとうまくいかなかったからやめちゃった。艶っぽい。そうなんね、光ってる。
猫出し、ああ最近してないね。そういや、その顔、え、どの顔だろうその顔好きって。発光してた。今日めっちゃ風吹いてた気がする。寒かった。最近ね、ちょっと肌のメイクあんまりしないとこうと思って、目だけメイクしてますやっぱね、休めないと肌をと思って。てこ出してやだいつかね。そう、だから最近めちゃくちゃナチュラル。そう、なんか生活習慣乱れるとさ、肌が荒れちゃいそう。リップの発色いい。え、ほんまに全然色ないやんと思って今塗り直そうかと思った麻痺してるんかな。やっぱなんかステージとかに立ったらさ、もうどんどん濃くなっていってさ、気づいたら真っ赤そう、みんな赤いステージの時。色ある色あったん。踊りますか。なんでなんでなんでちゃんと聞いてる毎日。もうなんか踊ってないからダンス忘れちゃいそう忘れちゃう。踊りかわいいね、ほんまに。これがかわいい、この振りがかわいい。なんで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 ピカチュウじゃないです。ね、上下のところ、毛のところ、そう、どこだろう自分のやつなのにわかんない。上下のところ、サビかな。忘れてる、やばい、復習せな。座るところ、ペアブリのとこかな。ドゥルドゥルドゥ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 。すごい、何これ、初めて見た。差し入れタワーやって、ありがとうございます。あ、ロペスくん、ありがとうございます。でも学習しないねないんでね、書くものが。よいしょあ、付箋、確かに付箋もあるわ。よいしょ、
し入れ、ペンがペンが、え、差し入れ、じゃん、ありがとうございます。これはプレゼント、なんか差し入れって何か分かんないかったからプレゼント書いといた。ありがとうございます、ロペスくん、感謝、シェイシェイありがとうございます。差し入れ大事、差し入れね、言いたかった。差し入れの意味貼ってくれてるの勉強しながら、えらい。NMB に可愛い子いるよって教えてもらったぜひ覚えて帰ってください。ズキュン、卵焼き食べたくなってきた。なんで黄色い服着てるから卵と思って見てる、もしかして。ポンポンプリン、今総選挙中ですね、キャラクター総選挙。投票しましたか皆さん、サンリオのキャラクター総選挙。シンシンはねもう選べないポンポンプリンとシナモン選べないですそう、毎日投票できますよ、だから交互に入れてます。でもね2人とも1位と2位だから、シナモン1位でポンポンプリン2位だからいい感じ。そう、まあ全員好きだけど、シナモンは推しメンポンポンプリンはちょっとコラボ中なので入れないと、なんかもうどっちにも勝ってほしいキティちゃんも好き、シンシンに投票しますってめっちゃいっぱい来てる。シンシン、あれ立候補してたっけ大人の事情ちょっと待って、そんなこと言わんとって、サンリオのキャラクターってめっちゃ種類いっぱいいるじゃないですか、なんか もはや絶対キャラクターじゃないみたいなやつもいますよね、なんかワイングラスみたいなワイングラスのイラストみたいなやつもキャラクターに入って
びっくりしましたキャラクターっていうかそう意外とあります。そうなんかコップかコップの絵、ただのコップの絵なんですけどいるんですよ、キャラクターっていうキャラクターで存在してるんです。だってだってだって毎日聞いてる、嬉しい、毎日聞いてください。聞けば聞くほどいい曲。キャラクターっぽい嘘、キャラクターっぽい、目がキラキラしてるスルメ曲、あ、いいね、スルメ曲、なんかすごい癖強めに聞こえるけどパンドバージョン、あ、ステイホームバージョン、言いたかった。振り付けややこしそう、全然ややこしい、うん、けどでもなんかねポーズが多いかも。 A メロとか B メロとかずっとポーズしてる、ポーズ、ポーズみたいな、なんかね5回ぐらい連続でポーズのとこがあるそう、サビはちょっとややこしいかもしれない。ダンスがそう、これが意外と難しいんですよなんでやねんのポーズ、なんでもフリーです。助監督っぽい子発見めっちゃ知ってるやん。シンシンポーズ、パンダ、子供の頃好きだったドラマ、覚えてない、なんだろう、何が好きだったんだろうドラマ思い出せない、何見てたかな、ちょっとパッと出てこない怖い映画最近見てないかもしれない、ちょっと前まで見てたけど、ホラーゲーム実況どこでが最近何見たかな、マスカレードホテルっていう映画見ました、一昨日ぐらいに。
くらいか。同じの見なきゃ、かわいい。なんかああいうなんか事件を解決するみたいなやつ結構好きなんですよ。なんか犯人を捕まえるみたいな感じのやつ結構好きです。なんかそういうのなんか関連に出てくるやつをまたたどって見てます。真実は一つだけ、なんか惜しい。推理系、結構好き。なんか、楽しい見てて。なんかあんまハラハラしすぎるやつ見たくなくて そういうの見てます。推理しながらは見ないかな。あ、何分までしようかな。30分くらいって言ってたけど、50分で30分なんですか？そろそろかな。じゃあ推理できない ハッピーエンドがいい ハッピーエンドじゃないやつはちょっと まあ作品によると思うけど。リングとかハッピーエンドだよね もうでもハッピーな気持ちにならないからね 映画自体が ホラーだからね。なんかね、背中が痛くなってきた 髪切ってないよ。前髪はちょっと切った。お、EX 大賞見たの？嬉しい。絶賛発売中です。ちなみに髪は染める予定はないです。美容院行きたいんですけど今行けないから。でもめっちゃ行きたい。今染めはしないけど 染めはしないけど人狼出てほしかったね。人狼のルール分かんないんだよね。全く分からない。やったことあるんですけど YNN さんでなんか説明聞いたけどなんかあんまり理解できなかった。わからない。難しいよねあれ。めっちゃやり込まないとさ結構わからなくないですか？一回なんか見たことないとわからないかも そう、全く知らないで挑んだらほんまによくわからなかった。そう、 YouTube とかでもよく見るんですけどなんか
健です。な健のポーズしちゃった。ありがとうございます。そろそろ終わるかなって感じなんですけど、どうしたの？コメント読んでました、真剣に。エンタメは29日か30日だったと思います。29かな、発売です。どっちだったかな、30だったわ。30だって、4月30日です、発売です。お、30日あれ29日、え、どっちよ。どっちですか。多分30日です。でもおお、5月1日生メンバーの当選発表、そうだ、ドキドキだね。電話できるかな、楽しみ。グラビアじゃないです、グラビアじゃないんだよ。あのね、初選抜の4人でインタビューしていただきました。電話緊張する、緊張するけど大丈夫大丈夫、楽しみ。緊張するけど楽しみ。握手会取るね、嬉しい。警備隊的になった、見てくださってるんですね、嬉しい。電話の練習っていうか、あれはしましたよ、あの録音のやつはやりました。警備隊見てるの嬉しい。そう、ありますよ。登録しといたら何回でも聞けるらしい。今日の子、お、分かった？ツイッターのに載せました、この服の写真を。勝手にスクショタイムやってました。眠たそう、ほんまに眠くないよ。燃え袖じゃない姿見たことない。いや、そう、絶対に燃え袖です。もうなんか袖にないと落ち着かないし、背高い、あ、そう、めっちゃ MV の時めっちゃヒール
履いてました。10センチぐらいの。もりもり。服を選ぶポイント、形で選んでます。最近はシルエットで選んで。それではそろそろ終わろうかなと思いますが、とりあえずランキング見ます。お、13位、フィニャンイさん、ありがとうございます。お、すごい、韓国、ありがとうございます。12位翔太、ありがとうございます。11位おがっちさん、ありがとうございます。10位藤巻さん、ありがとうございます。9位いつき、ありがとうございます。8位中島よしさん、ありがとうございます。7位コムソウさん、ありがとうございます。6位マーシーさん、ありがとうございます。5位はっちゃん、ありがとうございます。4位ムーさん、ありがとうございます。3位カネピー、ありがとうございます。2位きたちゃん、ありがとうございます。で1位ロペスくん、ありがとうございます。差し入れタワーもありがとうございます。ありがとう皆さん。今月あと1回はやりますよ、もちろん。いっぱいします、配信。また会いましょう。それでは見に来てくれてありがとうございました。またね、バイバイ、おやすみなさいバイバイ、ありがとう。